皆さん、楽しい旅行に釣り出かけてますか？この番組ももうすぐ1年を迎えるということで、今回はこれまでを振り返ってみたいと思います。はい、もしかして1年になるんですね。はい、早いですね。本当ですよね。本当にね、いろんなところに行って、いろんな魚を釣りました。本当楽しかったですもん、ね、それに美味しいものもたくさんいただきましたよね。はい、では参りましょう、うん、新しい大人のオフタイム、これまでを振り返る総集編です、うん、各地を巡り、その土地の歴史や文化、自然、食、人との触れ合いなどを通じて新しい楽しみ方を紹介する番組、新しい大人のオフタイム。今回の新しい大人のオフタイムは、これまでを振り返る総集編をお送りします。この番組も昨年の5月からスタートして10回の放送をお送りしてきました、はい、記念すべき第1回目は徳島県鳴門市、ここからスタートして香川県の高松市でしょ、はい、それに島根県の出雲市、うん、それになんといっても水の都大阪市編といろいろお届けしてきました、うん、どれも懐かしい思い出がたくさんありますよね。はい、いやもうどこも本当楽しくって、お二人はねどこが一番印象に残ってます？そうですね、やっぱり何でも初めてっていうのは印象に残るじゃないですか。旅は目的地に着くまでの間も楽しいものです。徳島に行く途中立ち寄ったのが、四季折々の花々をめでることができる淡路花桟敷です。わあ、もう一面お花の絨毯みたいですね。綺麗ね。うん、素敵。そして次に立ち寄ったのが、渦潮を真上から見ることができる大鳴門橋遊歩道渦の道です。上に立てますか？あ、やめてこ、やめてこ、怖いね。怖いです。すごい流れだよ。あ、自然の力ってすごいです ね、 すごいな。翔太さんは？そうですね、私はね、香川県の高松市で、高松城跡で和船に乗って、あのお堀で、あのマダイにね、あ、はい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 、餌をあげて。高松城跡の堀には海水が引き込まれているため、海の魚であるタイやクロダイなどがたくさん泳いでいます。餌を与えるその様子はまるで池の鯉のようでした。そして圧巻だったのが、四国を代表する天下の名園、栗林公園です。16世紀の後半、当時の豪族佐藤氏によって作られ、その後高松藩藩主松平家の歴代藩主が引き継ぎ、明治維新に至るまでの228年間松平家の下屋敷として使われていました。私もそういう歴史のあるところといえば出雲ですよ。あ、 出雲ね、出雲大社、もうあそこに行くとなんかこう背筋がね、はい、自然とシャキッと伸びる気がしましたよ。へー、はい、年間200万人を超える参拝客でにぎわう出雲大社は、縁結びの神様として知られ、日本随一のパワースポットとして大人気なんです。平成の大遷宮が行われた御本殿でお参りしました。そしてこんぴらさんの愛称で親しまれている琴平宮も参拝しました。参道の長い石段は御本宮まで785段もあるんです。参拝を済ませ、心地よい風が吹く御本宮横の高台からは、琴平町と瀬戸大橋の絶景を望むことができます。大阪って時間を経過すると表情がいろいろ変わるんですよね。あのネオンがやっぱりあの大阪っていうと有名なんですよね。で、海外のお客さんたちもすごく多いんですけれども、またねクルーズで
水辺から見るその大阪の夜の街、あのネオンっていうのはまた違いますよね。夕暮れ時のクルーズね、綺麗、綺麗でしたね。地元の良さを再発見できたのがこちらのスイート大阪市編です。わー素敵、いいですね。大阪水上バスでライトアップされた大阪の街を水辺から眺めるロマンチックな時間を過ごします。大阪城や大阪市中央公会堂を経て水上バスは大阪南へ、一段と華やかな大阪の街を眺めます。水の都大阪に乾杯。乾杯。普段見ることがない大阪を堪能することができました。その他にも大阪でいうと堺まで足を運んだんですけど、その時に刃物作りの鍛錬場を見学させていただいて、もう匠の技を間近で拝見することができて、あれはすごかったですね。堺っていうとね、まあ、鉄砲伝来で種子島から入ってきた鉄砲を堺で作って、全国のね、各藩に下ろして、まあ、そこで稼いだわけですけども、その技術よりもっと前、実はあの世界最大のお墓といわれる仁徳天皇陵、あれを作る時に昔すきで掘ったわけですね。すきって木のすきだったんだけども、すぐもう木が割れちゃうんで、で鉄が入ってきて、そこから鉄を叩くというね、叩いて鍛造するという技術が発展する。その基礎があって社会の家事の技術が蓄積されて、あの包丁にはね、僕は今回家事で全部打つシーンを見てね、全部神様なんですよ、あそこ打つところはね、祀ってあって魂がこもってるんですよね。だからやっぱその道具に対する日本人のね、古来からの思いとか、今回あれ本当にいい経験させてもらったね。はい、貴重な体験をさせていただきました、水野鍛錬所内は張り詰めた空気の中、炎の息遣いと鉄を叩く音がこだましていました。熱しては叩き、熱しては叩き、刃物の形へと変わっていくのです。本当にね、いろんなところに行きましたよね。はい、僕のね、会社の大先輩で僕が尊敬する芥川賞作家の海古武さんですね、旅人海古武っていう本があるんですけれども、この帯にね、彼がよく使っていた言葉、ゲーテの言葉を引用して、若き日に旅をせずば老いてのうち何を語るよ、若き日に旅をせずば老いてのうち何を語るよ、よく語っていたそうです。彼はやっぱり旅がね、人生にとっていかに大事かっていうことを伝えたかったと思うんですね。深いですね。ですからね、もうこれから皆さんどんどん旅に出ていただいて、いろんな人と出会って、それからその土地土地の美味しいお料理、美味しいお酒を召し上がっていただいてね、豊かな人生を過ごしてほしいですよね。そうですね。私ももっと旅したいと思います。今回の新しい大人のオフタイムはこれまでを振り返る総集編をお送りしています。2015年度いろんなところを旅しましたが、やっぱり旅といえば釣り。いや本当いろんな釣りしましたけど、やっぱり私ね、初めにやった平ら場で鯛を釣ったあの楽しみはもうね、衝撃的でしたね。だってすごく難しいイメージがあったのに、もうやり方を教えていただいて、佐々木さんにこうやって軽く巻けばいいんだよって、その通りにやってたら本当ガツンってくるんですよね。なんだこれと、あの時の衝撃といったらもうね、落として巻くだけ、本当に簡単なの。
鳴門沖で初めて釣りをする中さんがなんと両系のマダイを仕留めることに。この一枚で釣りにハマった中さんでした。大感激、すごく嬉しいです。エビで鯛を釣るって言いますけど、はい、ね、エビじゃなくてあのビニールのヒラヒラしたのをつけたこんなので鯛が釣れるんだと思ってびっくりしました。鯛ラバって言うんですけれどもね、はい、あれは明治の末期、はい、ちょうど関谷寺関サバって大分県佐賀関のね、うんうん、あのそこの漁師さんで黒岩国松さんっていう漁師さんがいたんですけども、うん、その漁師さんがねある時天屋につけるエビがなくなってしまった。ものすごく鯛を釣れる日なんだけども、うん、悔しくてそこにあった海藻をね餌を入れてる上にこう日がかかんないように海藻を置いてたんだけども、うん、それを結んで引っ張ってきたら面白いように釣れることを発見した。でそこから彼は工夫をして、海虎の尾っていう海藻なんですけど、ね、それを煮て、うん、それ干してそれを結んでやるとよく釣れることが分かってね、はい、それがこの釣りの始まりで、その要は古来からやってきた漁師さんたちの知恵がね、うん、あの和製ルアーの中に詰まってるんですね。あ、そんな歴史があるんですね。へえ。船長さんも、あ、今何回ぐらい巻いたらいいですよとかね細かく指示してくれるので、もう初心者でもすごく分かりやすくて、もう釣りの楽しさがもう味わえる。鯛ラバ釣りっていうのはただねそこから巻いてくるだけ、本当にね初心者あるいはお子さんにとっても、うん、いわゆる入門者に優しい釣りだと思うし、はい、でいざ始めてみると結構奥が深くてね、うん、シンプルだけでも奥が深い、本当にね面白い釣りだと思いますね。楽しかった。船釣りで、うん、私あの大阪湾に連れて行っていただいたじゃないですか、はい、うん、まさかね太刀魚があんなに釣れるっていうふうに思ってなかったんですね、うんうん、しかもあの船長がパーって大体何メートルぐらいあの下まで糸垂らすといいよって細かく教えてくださって、うん、で佐々木さんが、うん、何回糸を巻けばいいよっていう風に教えてくださったので、うん、あれがすごくあの初心者に分かりやすかったです。であんなに釣れると思ってなかったんですよ。大丈夫やこう尺なくちゃいけないね。尺輪が結構コツがいて、はい、ジギングはねすごい難しかった。ハンドルを1回回しながらこうね、はい、なかなか最初はね慣れなくて、うん、動きがギクシャクしちゃうんですよね、はい、ロボットみたいで本当にあのギクシャクしてちょっとおかしかったと思うんですけど、ちょっとぐらいは成長してません？いや最後の頃なんか、はい、うまかったよ、ね、ありがとうございます。やっぱり動きが馴染んでくると、はい、当たりの数が違うでしょ。え、ね、そうですね、確かにおっしゃる通りですよね。面白いでしょ結構こんなね、はい、微妙な当たりを取って、あれ乗った。はい、楽しいです。やりよるな。はい、塩田さんも太刀魚を連続で仕留めることができ釣りの虜になったようですよ。わーい釣れました。いい、上手じゃない。あ、太刀魚釣り名人になれますか。太刀魚クイーンだね。太刀魚クイーン。中さんもね、うん、あの阿南の沖、石間の沖でね、はい、カンパチの少し小さい塩っていうサイズだけども、はい、これがまた突っ込むんだよね。結構あの時は釣りましたけどね、ギューンって入ってってね、はい、いやもう
一日このジギング越えってもう私腕こんなになるんじゃないかと思うぐらい頑張りましたよあの時は。でももうそのねどんだけしんどくても面白いからやめたくないんですよ。わかりますわかります。また次来るかもしれないと思ったらね、はい、徳島県阿南沖では潮の群れを捉え船上は大にぎわいとなりました。あ、来た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 ぞ来た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 。はい、佐々木さんにこのまま泣きますよ。はい、頑張ってください。楽しんでください。重たい重たい全然ああもう戻っちゃう。え、どうしたらいいんですか。オッケーオッケー、負ける時に巻いてください。はい、に巻かんようにね。リラックスリラックス。はい、どうも。ダブルヒット。ああ、向こうもダブルヒットだ。これが縁起のいいこと。ダブルヒットだ。巻いてください。はい、バックラッシュ専用にフリーにしてもらっていい。はい、じゃあこっちお願いします。はい、はい、OK、はい、はい、OK です。ダブルヒットですよ。出たい。わー、すごいですね。こんな人思わなかったでしょ。本当にもう私もう引き戻されちゃって私が海に落ちるかと思いました。旅の醍醐味とか ね本当ですよね。美味しいで、やっぱ食事と美味しいお酒そうですね、欠かせません。徳島県鳴門市にある本家松浦酒造にお邪魔した時に出来たての酒をいただきました。これが定番の純米の大吟醸ですね。はい、甘くて、はい、フルーティーな、フルーティーなね、こう柔らかくてスッと入っていきますね。はい、はあ、美味しい。うん、氷の負け張りしない非常に美味しいお酒で。アルコール好きの2人、スタッフが止めるぐらいいただいていましたよ。同じく酒好きの塩田さん、訪ねたのは大阪府堺市で44年ぶりに復活した酒蔵、堺泉酒造です。早速お酒をいただくと、これまで味わったことがない、本当にさらりとしていて切れ味のいいお酒ですね。いやー、塩田さんもたくさん飲んでいましたね。羨ましい。釣ったばっかりのね、はい、魚をね、食べられるっていうのはやっぱり釣り人の特権ですよね。ですよね。船上で炙りでいただいて、あれも最高でした。船上で炙り、そうなんですよ。佐々木さんがね、さばいてくださって、ポン酢でね、はい、ポン酢をつけて、ね、もう私もタイをね、そう、あの時はね、お料理していただいて、はい、うん、船から降りて、堤防の上でね、そう、バーベキューみたいにして ね、 ね、釣りが好きな人ってグルメな方たちが多いんでしょうね。まず、そうね、まずね、船長さんがそうだね、うん、船宿の船長さんってはもう大体ね、魚にうるさいし、確かに出雲の幕島の船長さん、ね、昔ご自身も料理人だったということで振る舞ってくれたじゃないですか。いろんな料理作ってくれましたよね。本当美味しかった。美味しかった ね、 ね、釣りたてを船長さんにまたさばいていただいてて、もうこれは贅沢の極みでしたね。琴平温泉のね、足湯で大阪のマダムたちとご一緒したんですね。でもね、ものすごいね、元気なね、ご婦人方で、はい、ね、そう、大阪ね、どこ住んでんのとかね、そう、え、同じとかなんとかね、もう盛り上がっちゃったね。すごくこう、出会いには恵まれたなっていうのが、もう感想なんですけど、その中でも特に印象に残ってるのは鳴門で出会ったお土産物屋のね、お母さん一緒にね、阿波踊り教えてもらって踊ったんですよ。もうそれも楽しかったし、その後に私が釣った魚ね、さばくの全部ね、手伝ってくれて、いいお母さん、帰ったらいいよって用意してくれてね、本当に優しいお母さんでした。佐々木さんはどうですか。僕はね、徳島の中学生たちがね、人形浄瑠璃っていう徳島の伝統芸能をね、やる人がどんどん減っていくんだけども、学校に人形浄瑠璃のクラブを作って、それを伝承しようと頑張ってる子供たちね、頑張ってました ね、 ものす
すごい素朴な子でね、うん、みんな純真なんですよ、本当にいい子でしたね、うん、ね、一生懸命取り組んでましたよ ね、うん、あ、印象深かったな、うん、あの子供たちがね、本当出会いには恵まれました私たち、ね、うん、あ、なんかここで一本 VTR をご用意いただいているようなのでご覧いただきましょう。佐々木さん、塩田さん、お元気でしょうか。ご無沙汰しております、あの時に、新鮮なタチウオを持ってきていただいて考えたメニューが今あのお店で出しております。非常にお客様に好評いただいております、また新しいメニューを考えますのでぜひお店にいらしてください。よろしくお願いします。佐々木さん、塩田さん、今年も美味しいお酒が出来上がりましたよ。この千の利休を堺から世界へ発信したいと思っております。また遊びに来てくださいね。待ってますよ。佐々木さん、中さん、番組1周年おめでとうございます。第1回放送の時に遊びに来てくれましたね。どうもありがとうございました。あの放送以来あのうちの方でも旅のついでにあの釣りをやってみようかっていう方が何組かいらっしゃいました。魚の締め方とか美味しい食べ方なんかも聞かれたりするお客さんも増えてきてます。これから登り台のいいシーズンになりますので、また佐々木さんと一緒に遊びに来てください。お待ちしてます。みゆきちゃん、佐々木さん、お元気にされていますか。去年はありがとうございました。私は相変わらずおいしい干物作ってますよ。また鳴門へ来てくださいね。また一緒に踊りましょう。踊りたい。お待ちしてます。あ、わ、なんかちょっとジンときちゃいました、ね、ちょっとジンとくるね、うん、お母さんいいお顔ですね。でしょ、本当に優しいお母さんなの、これがね、うん、偶然なんだけども、さっきの剣の船長の同級生のお母さん、本当ですか。もうよく知ってるって言ってね、っていう後ですごい世間狭いですね。縁を感じますね。さあ今回の新しい大人のオフタイムはこれまでを振り返る総集編ということでお送りしてきましたが、まあ、塩田さんいかがでしたか。楽しかったですね。美味しいものにもたくさん巡り合いましたし、素敵な人たちにも出会いましたし、またあの行ってみて初めてこう分かるもの、発見できるものっていうのにもたくさん巡り合いましたし、まあなんといっても縁の多いすごい素敵な旅だったなっていうふうに思います。佐々木さんは。僕にとってね、一番素敵な出会いは塩田さんと中さんとの出会いでした。言ってくれますね。本当かな。中国のことわざでね、これも海光さんが引用してるんだけれども、1時間幸せになりたかったらお酒を飲みなさい、3日間幸せになりたかったら結婚をしなさい、8日間幸せになりたかったら1頭の豚を食べなさい、で永遠に幸せになりたかったら釣りを覚えなさい、おそういうことなんですね。釣りですか。でも奥が深いでしょ。深いですね。釣りにはロマンがあるしね、でやっぱりハマるとどんどん深みに入っていくし、でも一生幸せになる、夢枕漠さん、彼もやっぱりそう言ってるね。老後はね、釣り専門の老人ホームに入りたい、みんなが釣り仲間なんだ。で車椅子の人はね、介護人が連れて堤防で釣らしてあげる、釣ってきた魚をみんなが食べて、で宴会やって楽しい、彼はそういう話をしてくれて、釣りだから一生幸せになれるだけの魅力が釣りにはあるんですよ。でも確かに釣りは奥深かったですね。そうですね、本当に、これからもちょっといろんな旅をして、いろんな人に出会って、ね、美味しいものを食べて、お酒も飲んで、で釣りをすると、ね、それでね、そう豊かな人生をね、楽しんでいただくと、いい趣味ですよね。そうですね、一生幸せになるためにそうみんなで釣りをしましょう。やりましょうね。はい、行きましょう。
釣りは最大のロマンだと再認識し、これからの旅に思いを馳せる。次回の新しい大人のオフタイム、どんな楽しみが待っているのでしょうか。